先生の、はい、ホームページのタイトルですけども、はい、どんなホームページなんでしょうか、ね。はい、まあ、内容としましては、私が大麻取締法違反事件の裁判ので使った資料とかですね、を皆さんに、理解してもらうということが中心です。その裁判の資料として、私がまあ、こういう大麻とは何かということで、これは表紙だけは麻を使って、中はですね、NHK の裁判の訴状ですね、はいはいはい、で訴状の中身は基本的には大麻取締法の憲法違反性とかですね、そういうものを詳細に書いてあります。それとか私の書いた論文とかですね、その他有用な資料をですね、かなり紹介したものです。ボリュームありますね。かなりあります。まあ、その中で例えば大麻の研究という資料も紹介してありますし、で最初は大麻のこと知らなかったですけど、で大麻草を知って調べれば調べるほど、この持続可能なね、社会にとって必要な素材だということを強く思ってきました。でそれが今回 SDGs という事実ですね。そうですね。そういう形で国連でも、その2030年目標で、まあ、目標値作って今やってるわけですね。でその中で朝のことを、まあ、日本その中で朝が有用だということは皆さん知られてないんですよ。そこに日本では知られてない、全く。まあ、麻薬みたいに麻薬になっちゃって、まあ、むしろ、悪いものだから、取り締まれってことになっちゃって、刑事犯罪化されてる。ここに一番大きな問題があるわけですよ。で私は、まあ、人権という観点からね、連合発動してきましたけれども、広い意味で人類の生存にとって大事な植物だと、持続可能な人類が生き残るために必要な植物だというような思いは強くあります。なるほど、はい。今のコロナがもう世界的にこうなっていて、これに対するその特効薬がないというような話の中で、カンナビドイドの中の CBG、カンナビゲロールが、一部有効ではないかみたいな話があって、おそらく朝自体を摂取することによって免疫力が上がりますので、有用なものだと思うんですが、そういう意味では僕らは今手立てがない中で命を守らなきゃいけないということで言うならば、医療用として大麻を使うということもね、致し方ないと思うんですけど、そこでどう先生、大麻取締法、あとそれがどう人権問題っていう、まあ言葉も出てきたんで、まあ、どのように具体的に人権問題っていうのにつながっているのかっていうのをちょっと話していかないといいかなと思うんですけど、そもそもね、大麻取締法というのは大麻の栽培とか所持、これを刑事罰で規定しているものなんですよ。で人権問題というのはこの刑事罰だということです。つまり刑事罰というのは、まず、逮捕されるわけですね、そして、まあ、懲役刑というような制裁を受けますね、で逮捕というのは身柄の拘束ですよ、とその行動の自由が奪われるわけです、で行動の自由というのはね、人権の中心的な概念です。で憲法というのは実は人権を守る法律です、憲法自体が、近代憲法というのは人権を守るために